Thank 今回はこれから近い将来私たちが実際に経験するかもしれない激しい試練について呼ぶ気を通して考えてみたいと思いますまず呼ぶという人について聖書に何と書いてあるか確認しておきましょう渦の地に呼ぶという名の人があったその人となりは全く かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかった。ヨブはアブラハムと同様、一族の族長であり、また神の見前に忠実に歩む人でした。その人となりは全くという意味は、罪人ではなく、完全であるという意味ではなく、罪人であっても罪を選ばないで、 神の御前に正しく歩むことを実践していたという意味になりますまた聖書の記録によりますとヨブの裕福さが際立っていたのがわかります彼に男の子7人と女の子3人がありその家畜は羊7千頭、ラクダ3000頭 牛500くびきメロバ500頭でしもべも非常に多くこの人は東の人々のうちで最も大いなるものであった七男三女で子供が10人さらに家畜の総数は1万1,500頭にも上り今で言うなら大牧場を経営している大金持ちになるかと思います。 さてこの呼ぶという人がある事件に巻き込まれてしまうのですがその経緯を聖書から見ていきましょうある日神の子たちが来て主の前に立ったサタンも来てその中にいた主は言われたあなたはどこから来たかここで神の子たちとありますが これは、全宇宙の他世界の代表者たちになります。エレンファイトの証の踏みでは、他世界、人間のような知的生命体の住んでいる地球のような世界の存在を認めています。サタンが誘惑を通して人類にもたらした破滅から人類家族を引き上げてくださったキリストの見ては、同時にまた、 他世界の住民を罪から守っているてです広大な宇宙のどの世界も天父と巫女キリストの配慮と指示を受けていますが堕落した人類の上には特にこの配慮が働いています。キリストは人類のために取り成しておられますが目に見えない世界の秩序もまた キリストののなしの働きによってて保たれています。全宇宙の他世界の代表者が神の見前に集まった時本来地球の代表者として参加するはずだったアダムに罪を犯させその地位を奪い取ったサタンがそこに参加したのですそこで神はサタンに 次のように言われます主は言われたあなたはどこから来たかサタンは主に答えていった地を雪めぐりあちらこちら歩いてきましたサタンは自分が地球の支配者として地球上を雪めぐりすべてを知り尽くしているような態度で神に答えましたしかし神は このようなサタンの主張に対して地球にはサタンの支配に屈しない神の契約者がまだ存在していることをあなたは知っているかと尋ねます。主はサタンに言われたあなたは私のしもべ呼ぶのように全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかる者の,の世にないことを気づいたか もちろんサタンはヨブが神に忠実であることを知っていました。しかしサタンはヨブが忠実なのは神がヨブを祝福して裕福にしてあげたからヨブは神に従っているだけだと主張するのですそしてもしヨブが全ての持ち物を失って裕福で亡くなったなら必ず神を呪って 自分と同じように神に反逆すると言い切ったのです。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなく間書きを設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は 地に増えたのですしかし今あなたの手を述べて彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう。そこで神はこの忠実な予備を信じてサタンのこの主張が間違いであることを証明しようとされます。その方法は サタンに思う存分ヨブを試しなさいということでした。しかしヨブの命だけは奪ってはならないということでした。主はサタンに言われた。身を彼のすべての所有物をあなたの手に任せる。ただ彼の身に手をつけてはならない。サタンは主の前から出て行った。 こうして予部はサタンの主張が間違っていることを証明する神の側の証人として選ばれたわけですが神は予部が極限まで所有物を失う状況に置かれるのを許されました果たして予部はこのような重大な役割を担うことができるのでしょうかサタンは早速 予の所有物を奪い始めますまずここで覚えておきたいことはこれらの予部に及ぶ不幸にはサタンが関与しているということですサタンは自分がこの地球上の支配者なので自分の所有物となっている罪人に対してありとあらゆる不幸をもたらすことは正当であると いつも神に主張しているのです。死者が余ぶのもとに来ていった。牛が耕し、ロバがその傍らで草を送っていると、芝人が襲ってきて、これを奪い、剣を持って下人を打ち殺しました。私はただ一人逃れて、あなたに告げるために来ました。まさにこれは、 略奪という犯罪ですサタンは罪人に働きかけて恐ろしい罪を犯させますこの場合は芝人たちに働きかけてそして予部のものを略奪させたわけですしかしこの略奪という犯罪は今日当たり前に私たちの身の回りで起こっています 最近のニュースではアメリカで黒人の方が白人の警察に射殺されましたその抗議のデモの中で怒りと欲望がごちゃ混ぜになって関係ないお店の商品を略奪する人たちがニュースになっていましたさらにこの略奪が最高潮に達するのが戦争です戦争は 略奪行為の最たるもので人々の命や土地財産も全て奪われるのですさらに呼ぶ記を読み進めていきますとサタンはまた他の人間たちに働きかけて呼ぶに害を及ぼします彼がなお語っているうちにまた一人が来ていった カルデア人が三組に分かれてきてラクダを襲ってこれを奪い剣を持ってしもべたちを撃ち殺しました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました。これも先ほどの略奪殺人と同じサタンの働きかけの結果になります。同様に私たちが毎日ニュースで 強盗殺人を耳にするのはこのサタンの働きかけが及んでいるその証拠なのです。これは何と悲しむべきことでしょうか。またサタンの働きかけは人間に対してだけではなく時には超自然的な力を持って直接被害を及ぼすこともあります。彼がなお語っているうちに また一人が来ていった。神の火が天から下って羊及びしもべたちを焼き滅ぼしました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました。天から火が降ってくるような超自然的なことがあるのでしょうか。しかも人間はそのような恐ろしいことは神の仕業だと思っています。しかし実は。 これはサタンの仕業であり、サタンはそのような超自然的なことができると、ヨハネの目視録には記してあります。また、大いなる印を行って、人々の前で火を天から地に降らせることさえした。これから近い将来、このような超自然的な現象が起こるという予言として、 録録にはこのこののとが記録されてあるのですつまり予部に及んだ超自然的な災害は今後私たちの身近なところにも及ぶ可能性があるということですそして予部に及んだ災害について読み進めていくと場合によっては自分の家族の命が奪われることすらあり得る というのです彼がなお語っているうちにまた一人が来ていった「あなたの息子娘たちが第一の兄の家で食事をし酒を飲んでいると荒野の方から大風が吹いてきて家の四隅を打ったのであの若い人たちの上に潰れ落ちて皆死にました」「私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました」 これはまさにサタンによって引き起こされた自然災害です。サタンは地震や洪水、台風などの自然災害も意のままに起こすことができるのです。今私たちの身の回りにもこれらの自然災害が時々起こります。東日本大震災の地震や津波、火山の噴火、 台風やハリケーンの被害、集中豪雨による河川の氾濫などはサタンの仕業であるとも考えられます。それでも私たちは、予部のように直接的にこれらの被害にまだ会っていないかもしれません。しかし、聖書の予言によると、私たちもこれらの悲惨な状況を身近に目の当たりにする日が 近づいているということを皆さんはご存知でしょうかまたオリブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていったどうぞお話しくださいいつそんなことが起こるのでしょうかあなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか民は民に 国は国に敵対して立ち上がるであろう。また、あちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかし、すべてこれらは、海の苦しみの始めである。その時人々は、あなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。また、あなた方は、私の名のゆえにすべての民に憎まれるであろう。その時、 多くの人がつまずきまた互いに裏切り憎み合うであろうその時には世の初めから現在に至るまでかつてなく今後もないような大きな困難が起こるからであるこの「タイ二24章」の予言に「あなた方」とあるように私たちの身の回りにも直接的に及ぶかもしれない。 とといいう予言がここのマタイ24章にに記されていることになりますしかしこの災害をどのようにして乗り越えるか聖書は非常に短く記しています。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。さてヨブはこれらのすべてを経験しましたが 実際神に対してどのような態度をとったでしょうかサタンの主張するように神を呪ったでしょうかこの時呼ぶは起き上がり上着を裂き頭を剃り地に伏して廃止そして言った私は裸で母の胎を出たまた裸で賢に帰ろう主が与え主が取られたのだ 主の皆はほむべきかなすべてこのことにおいてヨブは罪を犯さずまた神に向かって愚かなことを言わなかったヨブは自分に与えられた祝福はすべて神から与えられたものだったので神がこれらの所有物を失うのをよしとされたとしてもそれは正当であると考えました。 のののように、神神契約者はすててををとの関係を通して考えます例えば「神が私に毎日健康を与え神が私に仕事も与え神が私の経済を支え神が私の人生を導いてくださるおかげで現在があるのです」という考え方をするのです。 一方多くの人たちの考えによれば自分のものは自分の好きなように取り扱うのは当然であると考えます。自分で頑張って働いて自分で得たお金で自分が好きなものを買うそしてその買ったものは自分の所有物なので自分が好きなように取り扱うのは当然であるそしてこの自分の命も自分の人生もこれは全部自分のものであるゆえに また自分の好きなように用いてもそれは当然であると考えますしかし忘れてはならないことがありますそれはサタンは自分は地球の支配者なので私たち罪人はサタンの所有物であり自分は罪人の人生をどんなにむちゃくちゃにしてもそれは正当なことである ととといいいうう考え方を持っているということですそれゆえもし誰かが自分の所有しているものやお金時間などに対してこれは自分だけのものなので自分の好きなように取り扱うことは正当であると主張するならその人は神が全ての所有者であることを認めないことになりますそしてそれは キリストの十字架の功績によって罪人である自分がサタンの所有という立場から神の所有という立場に贖がなわれたことを認めないことにもなります。その結果、サタンがその人に対してこの罪人は私のものだと主張するのがもはや正当となってしまうのです。 しかし、神の契約者呼ぶは違いました。彼は神が天地万物の所有者であられ、神に全ての決定権があるという姿勢を貫いたのです。それは彼の財産、所有物だけでなく、彼自身の命、そして彼の子供たちの命においても、全て神の所有である。 という考え方でしたそれゆえ彼は自分たちが神の所有であるという自覚を持つために何をしていたかが聖書に記されてありますその息子たちは命々自分の日に自分の家で振る舞いを設けその三人の姉妹をも招いて一緒に悔いのみするのを常とした その振る舞いの日が一巡り終わるごとに、ヨブは彼らを呼び寄せて性別し、朝早く起きて、彼ら全ての数に従って反罪を捧げた。これは呼ぶが、私の息子たちはことによったら罪を犯し、その心に神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのように行った。 ここで呼ぶは神に反罪という儀式は神の契約者である祭祀が罪人の代表者として自分たちがキリストの十字架の功績によってもはやサタンの所有ではなくて神の所有になったことを認めてそれを全宇宙に表明する儀式になります。 呼ぶは自分も自分の子供たちもサタンの所有ではなく神の所有であるという意思表示を持ってこの犯罪の儀式をしさらに子供らにその自覚を持たせるために彼らを神の見舞いに集め性別していますこの性別というのは世の中のものから分離して特別に神の側に身を置く これが性別になります。そしてこの子供たちもその呼び寄せに応じて従っているので彼らはすでに神の所有であると考えられます。サタンはやがて自分が滅びる前に自分の地上での支配権を全力で使えるうちに行使して人類を破滅に追いやろうと思いを振るっています。 そんな時こそ私たちは神の契約者呼ぶのように自分たちが神の所有であるという立場を固く信じて立ち続ける必要性があるのです。そしてまさに近い将来、サタンは自分の所有を集めてサタンの名である獣の刻印を押すのです。しかし、 神もまた、キリストの十字架の功績を信じ、それを自分に適用する契約によって、神の所有となっている人たちに、ご自分の名前を、生ける神の因として書き記すと予言されています。なお、私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また 14万4,000の人々が子羊と共におりその額に子羊の名とその父の名とが書かれていたこの神の名が書かれた神の所有となった14万4千の人たちを神はご自分の子供たちとして天国に迎え入れるためにイエス・キリストの再臨があるのです。 話を呼ぶに戻しまますがが彼は自分が神の所有である立場を貫きししたしかし彼はその後に彼を見舞いに来た友人たちから「あなたは何か隠れて悪いことしていたんじゃないのだからこんなひどみにあったんじゃないの?」と非難された時に自分が神に対して忠実であったことを主張する時にだんだんと 彼の心の奥底にあった自分の良い技を自分の功績として主張するそのような弱さを表すようになりました。呼ぶ気を読み進めていきますとその様子がはっきりと現れてきます。私は正義を着、正義は私を覆った。私の抗議は上着のごとく、また冠のようであった。 このような自分の良い行いを主張する予備も苦難の経験を通して学ばなければならないことがありました。それは良いことをするから神の所有になったわけではなくあくまで十字架の功績によってサタンの所有から贖がなわれて神の所有となりその契約によって 良いことをするように精霊によって作り変えられたということを彼は理解しなければならなかったのですそしてヨぶは苦難の先にこのことを理解することによって本当の意味で神との出会いを経験しました神が自分に対して働きかけてくださったおかげで 自分は今まで神の見舞いに正しく歩むことができていた。これらの功績はすべて犠牲である神の御子によって自分に与えられた。そのことを彼は理解して、そして神を知ったのです。呼ぶはこの時、自分の人生のすべての良い部分は神から来ていて、今まで 神に対する自分の忠実さという自分の功績を高く掲げていたことを認め、そのことを悔い改めたのでした。私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、また、いかなるおぼしめしでもあなたにできないことはないことを。それで私は自ら恨み、ちり灰の中で食います。 無知をもって神の計りごとを覆うこの者は誰かそれゆえ私は自ら悟らないことを言い自ら知らない計りがたいことを述べました聞け私は語ろう私はあなたに尋ねる私に答えよ私はあなたのことを耳で聞いていましたが今は私の目であなたを拝見いたします このようにして神は、予部を十字架によってサタンの所有から買い戻した贖い主、またその契約者としてご自分の立場を明らかにされました。同じく神は私たちにもサタンの所有から買い戻した贖い主としてご自分の立場を表しておられるのです。そして、 余部がこれらをすべて通過して悔い改めた後に何が起こったかが余部記のクライマックスです。それは私たちもまた近い将来経験するクライマックスと重ね合わせることができます。余部がその友人たちのために祈った時主は余部の繁栄を元に返しそして主は 余部のすべての財産を二倍に増された。そこで彼のすべての兄弟、すべての姉妹、および彼の窮地の者ども、ことごとく彼のもとに来て、彼と共にその家で飲み食いし、かつ主が彼に下されたすべての災いについて、彼をいたわり、慰め、おのの銀一消したと、 金の一つを彼に送った。主は、ヨブの終わりを初めよりも多く恵まれた。彼は羊一万四千頭、ラクダ六千頭、牛一千首メロバ一千頭を持った。ヨブは失っていた様々な物質的な繁栄を神からの祝福として倍増されて、 元に返されたたのでしたそして今まで別れていた親しい者が彼を慰め彼をいたわって彼と再会する祝福の時を経験したのです。もちろんこれらの祝福は彼が神の所有という立場を守り続けたから神から与えられたのでした。目白くにも 私たちに近い将来に及ぶ繁栄と祝福が予言として記されてあります。また、御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。 もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない先のものがすでに過ぎ去ったからである先のものとは予部が経験した苦難と同じような激しい試練になります先に聖書の御言葉の中にも最後まで耐え忍ぶ者は救われると ありましたが私たちもたとえ呼ぶと同じような試練が私たちの身の回りに身近なところに実際及んだとしてもこの慰めの約束を希望として耐え忍びたいと思いますところで一つ忘れてはならないことがありますそれは呼ぶの子供たちのことです彼らは サタンが起こした自然災害によって命を失いましたそれはどのように考えればよいのでしょうかここからは私の解釈になりますので皆さんもそれぞれ研究されてみてください先に触れましたがヨブは祭祀として神に仕える一方彼の一族の族長として子供たちやしもべたちに 神の道を教えていましたそれは呼びき一生の犯罪に彼が子供たちを呼び寄せて性別していたという事実から理解できます。世の親にとって渦の地のこの人から堅固な信仰と献身等を学ぶことは大いに望ましいことであった。ヨブは家族外の人々に対する義務を怠ることはなかった。 現に彼は他の人々の幸福にも心を寄せ慈悲深く親切であった。と同時に彼自身の家族の救いについても熱心に努めた。彼は息子や娘たちがそれぞれの祭事を行う時神の福を買うようなことがあってはならないと恐れおののく思いであった。そして 一族の忠実な妻子として一人一人のために犠牲を捧げた罪の忌まわしさを知っていた彼はもしかして子供たちが聖なる身胸を怠ることがあったかもしれないとの思いから彼らの代わりに中保者として神の見舞いに立ったのであるこのようにヨブは 子供たちが神の所有となるために全力で働きかけていたことがわかります。そしてそのような祭祀の働きのことを取りなしと言います。それはまさにイエス・キリストが今天の死生主で大祭祀として私たち罪人の救いのために取りなしをしておられるお働きを祭祀呼ぶは 儀式を通して指し示していたのでした。この祭祀予部の取りなしの働きによってサタンの自然災害で命を落とした予部の子供たちも神の所有として天の蔵に収穫される時が来ると私は信じています。そして祭祀予部も自分の子供たちが神の所有として キリストの再臨の時に復活して、また再会できるという希望を抱いていたと思います。実は、黙示録の予言の中にも、神の所有として命を落とす人たちの救いについての約束があります。また、私は天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ、今から後、 主にあって死ぬ死人は幸いである。御霊も言う、しかり彼らはそのロ苦を解かれて休み、その技は彼らについていく。主にあって死ぬ死人は幸いである理由は、彼らも大祭司イエス・キリストの取りなしによって、神の所有となり、彼らが生前に神の契約者として歩んだ。 という記録はその技は彼らについていくとあるように神は覚えて報いてくださるということなのですそして地球歴史が終わる再臨の時に彼らは神の所有として神から収穫されるために生き返って復活しまた再会するからですヨブはこのことを知っていたので 子供たちの死に関して絶望するのではなく希望を持てたと思います。実際、呼ぶ気の中で死ぬことはすぐに魂がどこか天国や地獄に行くことではなく、ただ存在が何もなくなる無であるという状態、消え失せた状態であり、眠りのような無意識な状態だと 彼が認識していたことがわかります。しかし、人は死ねば消え失せる。息が絶えればどこにおるか。水が湖から消え、川が枯れて乾くように。人は伏して寝、また起きず。天の尽きるまで目覚めず。その眠りから覚まされない。これが、 聖書ででは死ぬことととが眠りりあるる理解すす根拠となりますつまり、ヨブの子供たちは、サタンの自然災害によって眠りにはつきましたが、永遠に失われたわけではないということです。いつの日かヨブは、神の所有となっていた子供たちと必ず再会すると信じていたのだと思います。実際、 呼ぶが最後に神から2倍の祝福を受ける時彼の子供たちは復活しませんでしたしかし彼には新しい子供たちが与えられましたがその数は他の所有物と同じ2倍ではありませんでした皆さんはなぜだと思いますかまた彼は男の子7人女の子3人を持った 彼はその第一の娘をエミマと名付け第二をケジアと名付け第三をケレン・ハッフクと名付けた全国のうちで予部の娘たちほど美しい女はなかった父はその兄弟たちと同様に修行を彼らにも与えたここに男の子7人と女の子3人とありますが最初の子供たちと 同じ数です。他の所有のように2倍ではありません。しかしこれは、最初の命が失われた子供たちの数と合わせると2倍になります。つまり、子供たちに関して神が呼ぶに2倍の祝福をお与えにならなかった理由は、最初の子たちはすでに神の所有として再臨の時に 神が復活させる約束だからです。彼らは眠りにつきましたが、神はヨブに対して、子供たちは決してサタンの所有として永遠に失われてはいないよ。必ずまた再会できるからね。という約束がここに込められているのではないかと私は理解しています。再臨の時にヨブは復活した子供たち。 総勢20人と再会した時神の2倍の祝福は成し遂げられると私は理解していますそして同じようなことがこれから私たちの身の回りにも起こるかもしれません神は近い将来私たちの身の回りに起こるサタンの自然災害特に黙示録の7つの災害の時に その苦しみに体力的に耐えられそうもない神の所有となっている忠実な人たちを神は優しさのうちに眠りにつかせることでこの大変な苦難を経験させることなく通過させる人たちもたくさんいるということです。無条件の癒しを求めることは必ずしも安全ではない。 人々のために祈りが捧げられるが、主は彼らが生き続けた場合に彼らにやってくる試練やテストに耐え忍びうるか否かをご存知である。多くの人々は我々の世界にやってくる悩みの時の火のような激しい試練の前に眠りにつかせられるであろう。私は この呼ぶ気の学びを通して、神はとても配慮のある愛のお方であると思いました。呼ぶは最初の子供たちを失いましたが、呼ぶもおそらく、この神の収穫である再臨の時、またこの子供たちと再会できるということを理解していたのではないかと思います。人間的に考えたら、 ヨブは神とサタンとの戦いに巻き込まれた不幸な人で子供まで失った気の毒な人だと見ることもできるかもしれません。しかしヨブの経験こそ近い将来起こるべき神の契約者の救いの経験であって私たち自身にも望むかもしれない試練であるということです。しかし私たちは イエス・キリストの十字架の死という代価によって、サタンの所有から神の所有へと買い取られた聖書のあがないの教えを聞き、それを信じて神の契約者となりました。神はそのようなご自分の契約者を決してお忘れになりません。私たちは自然災害や病気、また不幸な怪我に遭うこともあるでしょう。 しかしそれはヨブのように神の契約者である立場を全宇宙に表明する機会であるということもまた覚えておきたいと思います。是非私たちはヨブのように全てを神の御手に委ねる信仰が神から与えられることを切に願い求めたいと思います。そして呼ぶと同じくどのような 困難な状況に置かれても、主は褒むべきかな、と心から言えるものとなりたいと思います。それでは、一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、生まれつき罪人であり、そしてその罪の奴隷ゆえに、私たちがサタンの所有であったその状態から、 イエス・キリストの十字架の功績によって、あがい、買い戻してくださって、あなた様の所有としてくださったことを心から感謝いたします。そのような私たちにも、もしかすると、呼ぶのような苦難と試練が及ぶかもしれません。しかし、どのような状況に置かれても、主はほむべきかな、私たちがすでに神の所有という立場であり、 そしてそれを表明し続けることができる信仰と忍耐力が与えられますようにお助けくださいまた私たちの愛する大切な人たちもこれから眠りにつくことがあるかもしれませんしばしの別れは本当に寂しい思いもしますけれどもしかし必ず呼ぶの子どもたちがまた復活し そして、呼ぶと再会して2倍の祝福が成就するようにどうぞしもべたちを覚えてくださり救いの宮座に預かることができますようお助けください。この祈りを感謝して救い主イエス・キリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたします。アーメン。